存亡の危機に立つ中国モデル対応を誤れば共産党の正当性危うく中国経済の行く末について試案するエコノミストはリーマン・ブラザーズのような問題を想起しがちだ有私兵隊と呼ばれる中国の地方政府の投資会社は中国の国有銀行などの債権者に対して9兆ドル約1330兆円を超える債務を負っている。 それを分析する際には2008年のリーマン型の危機が参照されることが非常に多いのだ中国版リーマンショックが起きれば中国経済の破滅は避けられないと多くの人は信じていてそうしたシナリオにハラハラさせられるからなのだろうもちろんこれは凹凸無形な考えというわけでもない負債を燃料にして成長を駆動してきた経済がいわゆるミンスキーモーメント 資産価格の上昇や債務拡大が限界に達し、資産の投げ売りが始める時点を回避できたケースはおそらくなかった。日本や東南アジア、あるいはウォール街が受けたような罰を中国が逃れられる公算は大きくはないだろう。融資兵隊を通じたいびつな信用ブームがすでに不透明で不均衡な中国経済にとって脅威なのも確かだ。中国で膨れ上がった債務の規模は日本。 ドイツ、フィンランドの国内総生産 GDP の合計よりも大きい中国の問題については2001年に巨額の不正会計で経営破綻した円論になぞらえた方が適切だと考える人もいるだろう一種の特別目的会社である融資兵隊は意図的か偶然か共産党政権が膨大な負債や有害な資産の実態を見にくくするのに役立ってきたからだ。 実際、世界の格付け機関は中国株式会社について自分たちが何が分かっていないのかすら分かっていない中国の不動産開発大手中国恒大集団チャイナエバーグランデグループが2年前にデフォルト・債務不履行を起こして以来中国経済の亀裂を覆い隠すのは難しくなってきてはいる。 中国同業の碧桂園高校カントリーガーデンホールディングスもデフォルトをするしないが世界的なニュースになり亀裂をさらにあらわにした最近は中国の資産運用会社である中小企業集団も資金繰りが悪化し中国のシャドーバンキング影の銀行部門は果たして経済成長の減速を乗り切れるのか懸念がさらに高まっている。 とはいえ過去25年中国ほど批判者らによる経済崩壊の予言をことごとく裏切って見せてきた大国は他にないリーマンのような危機や言論型の問題あるいはミンスキーモーメントの到来などがあれこれ取りざたされても中国が崖から転がり落ちることはついぞなかった中国の習近平国家主席のそうした幸運はそろそろ尽きようとしているのだろうかそう言える面は確かにあるだろう 数々の問題から中国が経済成長率を再び5%超に乗せる見込みはかなり薄くなっているからだ習近平が自ら招いた成長失速でアメリカ越えは難しくなった中国のような規模や発展レベルの経済にとって3%という2022年の経済成長率はリセッション・景気後退の領域に入るものだ しかもこれはおおむね習近平が厳格な新型コロナウイルス感染症対策を通じて自から招いた抗体だった中国が経済を再開しても広く予想されていたようには成長が戻らなかった原因については次のような説明がされている新型コロナ禍で傷ついた消費者はコロナ禍後も支出を手控え貯蓄をした 経済再開による追い風よりも不動産部門の急激な悪化による逆風の方が強かった。ロシアのウクライナ侵略によるインフレは輸出部門にとって大きな打撃になった。ジョー・バイデン米政権が重要技術に対する中国のアクセスを制限した結果、企業にダメージが広がった。 共通するのは30年にわたってうまく機能してきた中国モデルが存亡の危機に立たされているという認識だ中国は世界を揺さぶるような危機には陥らないとしても2030年あるいは2040年までに経済規模でアメリカを追い越すのに必要な急成長はもう終わったように見えるこれが習近平率いる中国共産党にとって危機的な局面なのは間違いない。 中国共産党の正当性は5%を優に超える経済成長率にかかっているからである最も,も中国では広範な世論調査は行われていないというか認められていないので14億人の国民や500人の党幹部が習近平の仕事をどう評価しているのかを知ることはできない習近平にとっての真の課題は中国経済のどの火種にまず対処するかを見極めることだろう GDP の最大3割を生む不動産部門は中国経済の減速の一因になっているこの問題の根深さは今も大きく日本の1990年代の不良債権問題と通じるところがあるそれについては20年以上にわたって量的緩和の沼にとらわれたままの日本銀行の姿を見るだけでいい 日銀の上田和夫総裁が緩和縮小を示唆するだけで日本はデフレに逆戻りする恐れがあるし世界のマーケットを動揺させる危険も伴う大規模なインフラ投資はもはや特効薬にならない習近平はテクノロジー部門に対する締め付けを強化し中国経済を損なった中国の規制当局は2020年後半以降アリババ集団創業者のジャック・マーをはじめ 中国の著名なイノベーターたちに誰がボスなのかを改めて示しただがその過程で1年足らずで中国のハイテク株の時価総額を1兆ドル約148兆円以上失わせたまた中国の景気刺激策が効きにくくなってきていることも問題だ簡単に言えば中国は過去30年大規模なインフラブームにあまりにも頻繁に頼りすぎた 薬やステロイド剤の場合と同じように景気の手こ入れで同じ手を繰り返してきた結果患者を安定化させられるほどの効果が出なくなっているのだ有資兵隊のものを含め中国の債務は世界にとってもむしろ逆風になりつつあるさらに人口動態の泉も顕著になっている 中国でも高齢化が進むにつれて国民を脅かすデフレ圧力がさらに根付いていくうそれがある共産党政権は家計が貯蓄を減らして支出を増やすのを後押しするような社会的なセーフティーネット安全網の拡大が遅れているこうしたもろもろが重なり合って2023年は習近平指導部にとって嫌な年になるに違いない 中国はは1年、基本的には世界経済の不調が続く中、日本の成長も鈍化し、欧州の景気も足踏みしている。アメリカはリセッションこそ避けられるかもしれないが、連邦準備制度理事会 FRB による1年5か月にわたる金融引き締めの影響に苦しんでいる。 中国経済が崩壊しようがしまいが中国の成長が緩やかなものにシュートダウンすることは国内での習近平の知事にとってもそして世界経済にとっても歓迎できないニュースだということだ中国バブル崩壊までのカウントダウン延命のため国民に住み替え推奨か不動産市場の不振が続きいよいよバブル崩壊に対する懸念が高まっている中国 そのような中、中国当局は延命措置として国民に住み替えを促進する方針を表明しました。しかし、東洋証券上海駐在員事務所の孫家健氏はそもそも中国で家を購入するための高いハードルを指摘します。果たしてその内容とは現地駐在員の孫氏が解説します。購入負担減で住み替え促進。 不動産の需要喚起なるか。不振が続く中国不動産市場、その中で今夏市民の購入意欲を左右する重要な政策方針が打ち出された7月下旬の中央政治局会議では不動産政策を調整・最適化し、都市に応じた政策通路を用いると強調され、住宅当局からは住み替え促進方針が表明されたのだ。 後者はローン関西社を初回購入者と見なし、頭金比率や金利の優遇措置を適用する、中国語で、レンファン・ブレンダイという内容、これを受け、大都市での購入制限の緩和観測が浮上している上海市政府は不動産に対する硬直的、住み替え需要を強力に支持するとの声明を出した専門家も購入制限緩和の可能性が非常に高いとする。 現行の購入制限は複雑で、頭金比率やローン金利などでさまざまな決まりがある、図表も参照、マンション購入の現実的な話をしてみよう、1件目は頭金とローン金利が比較的低いので、家族全員の力を合わせれば、ある程度満足できる広さの部屋は買うことができる、筆者も8年前に結婚した際、頭金プラス住宅積立金ローンの方式で、 約40平米の物件を購入した小さい方だが夫婦2人暮らしには十分だと思っていたただ徐々に窮屈と感じ始めたのも事実もっと広い部屋に買い替えようと思うのだが頭金7割の壁を乗り越えるのが難しい今の家の近くの価格帯は1平米あたり約6万円約120万円。 80平米の物件を買おうとすると、頭金はざっと336万元、約6720万円必要となる。一般家庭出身の筆者にとってはなかなか出せない額だ。やや複雑だが、頭金比率は一般住宅と非一般住宅で異なる、後者の方が高い。一般住宅は古い、小さい、遠いが特徴で、住み替え対象としては好ましくなく。 取引可能物件の20%未満と量も少ない、引っ越し先は広くて新しいのを望むもの、ただ、頭金比率がやや高いのがネックなので悩ましい。